どうも、お酒は立ち直ってきませんです。こんばんは。今日は2020年5月の27日、まもなく5月の28日でございます。今夜はブラックニッカハイボール手作り飲んでおります。前回の動画で、マサヤンのテーマ曲公開させていただきました。いやー最高だわ。YouTuber としてね、やっぱり公式のイラスト、公式の BGM、 これはね絶対欲しかったなっていうところなので、それを達成できて満足しております。はい、作曲していただいたのはウッチーゼロさんといいまして、私は動画でもね何回かご紹介してると思います。この大三国志の動画の BGM のおそらく 99% と言っても過言ではないかな、 99% ウッチーゼロさんの曲です。世の中にはフリー BGM とありましてですね、ありがたいことにこういう例えばゲーム実況とかねで、使用する曲、ね、を無償でね無償で、提供していただいてるということで、たくさんあるんですよ、そういう曲はね。もうありがたい、ありがてえ。探してたらこのウッチーゼロさんという方の曲が素晴らしいと、ね、もう惚れ込みまして、ずっと使用させていただいております。で、今回その曲を作りたいなと思った時にもうウッチーゼロさんしかないだろうということで、ね、依頼させていただきまして、心よく受けてくださいました。本当にありがとうございました。まあ優勝案件ではありますが、まあ、もちろん当然だと思いましたよ。プロの方ではないと思うんですけども、後々多分ねこのままいけば有名な作曲家になるであろうと私はね、確信しております。もう本当うちのさん曲で動画作ってね、それでまあ収益とかもらってるわけであってね、それは到底及ばないね、今回まあ格安で受けていただいたとは思ってますんでね。はい。これからもね、少しでもうちゼロさんの曲もね、広めるという意味でもね、いろいろ、これからもよろしくお願いしますというところでございます。はい。ということで今ね、そのテーマ曲を流しながら今回初動画ということでございます。公式からね、今回、新シーズン、ハッチジンズやったっけな。諸葛亮の、あの有名なやつですよね。読み方が正しいか分かんないけど、6月中旬から下旬って書いてありましたね。で今 AUGO の一番早いサーバーがあれいつだったっけ、いつだったかよく覚えてませんけども、もうちょっとあと2週間ぐらいでね、3ヶ月だと思います。で僕らの X050 もあと1ヶ月かなで、3ヶ月ということなんですけど、おそらく決勝中継見てて、今線引くシステム見てもおそらく3ヶ月ほぼぴったりで終わるんじゃないかなとは予想しております。はい、ということで次のその新シーズン仕様についてはね、これまた中国の方の、情報が得られていろいろね、出てるようでございます。水上戦とかね、すごい楽しみですけども、これについてまたね喋っていきたいと思いますけども、今日早速ね、新部署、昨日新部署出すよって言って、今日ね、すぐ、公開されてましたね。浮津、リージュ、ジョコということでございます。はい。いかがでしょうか。はい。でね、いつもはね、おお、かっこいいね、渋いね、かわいいね、みたいな感じではあるんですけども、今回ね、国友会さんっていうブログの方からですね、ちょっと情報をお借りしまして、そこでね、喋っていきたいと思います。ここの、国友会さんの管理者の方は僕知ってて、これは一サバからやってる方です。はい。で、その後他のゲームだったけど、確か、一緒にちょっとやって、大三国志では、多分ちょっと絡んだことあるんでしょうけど、多分ガチでね、ずっとやったってことは敵としても味方としてもそんなにないのかな、っていう、程度の記憶でございます。多分ね、僕一サバでさ、ちょっと間違ってたらすいませんけど、この方結構なんか有名というかあって、長売れてて、なんかこの人の周りの群青とかそれを囲む要塞とかがもうとんでもないことになってるって、とんでもないっていうのはなんかもうそこがなんか歓楽街みたいな要塞名、分譲名、もうそこに新宿歌舞伎町があるみたいな、なった記憶があるんですけどね、間違ってたらすいません。まあ、
でその方すごい有能な方で、ね、すごい、ね、強力な方で、本当サイトとかも、ね、素晴らしいんですよ。で確かに、ね、X ジャパンの大ファンのはずで、すごいねそういう意味の共通点あって、最近ちょっと第三国志やられてるのかちょっと分かんないですけど、はい、まあ、いろんなゲームをね本当多岐にわたって、やってらっしゃる方なんです。その方からねの公式サイトからちょっと解釈しております。はい、ですね、ちょっとまあ解説というか、これが実際に日本で使用されるかどうかはね、わからないんですけどもね、おそらく似たような形になると思うので、はい、紹介していきたいと思います。ドキッツ！ドキッツいきましょう。まずこのイラストね、イラスト見て思ったんですけど、星4から星5への変化が一番少ない武将ですよね。うん。G さんだし、髪白いし、ちょっとね、まあ、浮かんでるけど浮かんでるけど、妖術的なね、重宝みたいな感じはありますけどもね。はい、ウキッツァンですね。ウキッツァン軍弓でコスト3距離2ですね。ステータスこれレベル50時です。固有戦法もレベル50時の数値になってます。攻撃62、防御175、知略202、向上64、速度82というか知略型ですね。固有戦法知襲計10というもの、ね、手動距離1、発動 40%、 有効距離2体ということで、距離1内の味方複数の一定の兵力を回復、回復率 150%、 知略影響、距離2以内の敵を複数の物理攻撃と策略系攻撃を 31% 低下させる2ターン継続ということでございます。はい、いやーこれね思ったんだけど、私のね、脳で考えた時に、奥位置によって変わるってことですよねこれは、あ、それとこれ味方複数と自分複数ね、まあ自分の動画では一回も喋ったことないですけど、他の人の動画とか、まああのねブログとかも書いてありますけどもね、はい、味方複数と自分複数はね効果範囲が違うのでね、これは第三国志をずっとやってる方はもう分かると思うんですけども、初めてねやってるとかまだ間もない人はね分かってない、してなかったよという人もいらっしゃると思います。味方複数、つまり味方っていうことは自分の味方ですよね。自分の味方に対して、ということですから、自分はそれ効果含まないってことですね。含まない。自軍複数って自分の軍だから自分も含むですね。効果範囲の自分も含むということで、今回は距離1内の味方複数の一定の兵力を回復ということで、はい、つまりこれ中衛に置くと本衛前衛にこの人は回復するってことかな、はい、で、本衛に置くもしくは前衛に置いたら中衛しか回復しないってことなんですかね、はい、でなおかつ距離2以内の敵軍複数のまあ策略系武略系、物理系を低下ということでございます、はい、これも前衛に置くと相手の前衛中衛、中衛に置くと相手の前衛にしか効果を持たないってことなのかな、はい、先方の距離なんで、例えばこれをどうなんですかね、例えば距離を伸ばすような効果の持つ先方、まあ曹操だったりなんかそういうの入れても多分ダメなんでしょうね、うん、それはただ距離が伸びるだけで、うん、先方距離が伸びるわけではない、たまにね、ちょっと僕も勘違いすることある、はい、どうでしょうか、ウキッツァン、ウキッツァンね、まあ、誰と組めばいいのさっぱり分かんないなこれ、そもそも回復を重きに置くかね、そのデバフ的なところを重きに置くかみたいなところでね、どっちなんだいみたいな、困るんでどうすんだいみたいな、難しい、何と組んでいいのかさっぱり分かりません。はい、ということで、次行きましょう。はい、リージュ、軍弓。コスト 2.5、距離3、ステータスが、距離6、あ、攻撃65、防御162、知略209、向上63、速度106。結構バランスいいですね。固有戦法、軽論配率っていいのかな。手動、距離5、発動率 30%、敵の単体。敵軍単体2回の策略系攻撃ダメージ 140%、 知略影響、さらに対象はそれぞれ強行と下降状態、ダメージ 156% リターン継続、2つの対象は個別判定ということでございます。まあリジュが完全にね、リジュといえば星4リジュ、すっごいね、
使われてきてましたけど、完全にもうアタッカーみたいな感じになってるのかな。まあ、2回バチコリダメージ与え、さらに強行状態、下降状態して2ターンを継続するっていうことね、なかなかね、火力が出るんじゃないかな、というところではね、想像がつきますよね。はい。で、コスト 2.5 なんで、ほんとね、ワンチャンその、スタダとかでも、ちょっと役に立つんじゃないかな、と思います。はい。リシュ自体もちょっと、そんな変わってないですよね、イラストが星4から星5、うん、まあ距離5として長距離砲ではありますが、発動 30% 敵単体というところではあるので、ちょっとまあ、うん、どうなのかなというところではございます。はい、次上皇義騎馬でございますね。コスト3、距離2、ステータスレベル51が攻撃197、防御168、知略145、向上23、速度190。知略が高いですね、なかなか上皇先生は。はい、ということで固有戦法が東軍一進っていいかな、指揮距離2ですね、戦闘開始後毎ターン 70% の確率で自軍全体に与える物理系攻撃または射撃攻撃ダメージが 18% 増加、知略影響、この確率は毎ターン 10% 低下、それと毎ターン 20% 確率で与えるダメージが、敵の防御または知略を 35% 無視、この確率は毎ターン 10% 上昇、効果それぞれ個別判定される。ってもう難しいな、最近第三国志のさ、もう戦法はまあ難しいっすわ。私の頭ではね、想像がつかない戦法となっております。知略影響ですね。知略影響。ね。知略影響。ね。知略が高いから、知略影響もなかなか活かせるのか。でも、知略に振るか、攻撃に振るか。はい。義の騎馬。でも、義騎馬、ね。義騎馬にもちろんね、編成、可能というところでございますが、はい。これをね、まあ、策略系に置くか、物理系に置くかっていうね、これによってだいぶ、コンセプトが変わってくるのかなと思いますよね。はい。まあ、どちらにしても、その、物理系、策略系、どっちにしても、ちゃんとその、恩恵は受けれるので、うん、まあ、ジョコ自体のステフリン、ステリをまあ、どう生かすかというところではございます。知略全振りにして、まあ、使っていくかってことですよね。で、毎ターン 20% 確率で与えるダメージが敵攻撃の指定が 30%、40%、50%。3、4、5、6、7、8、9、10。8ターン目は 100% になるってことこれ。70% から6、5、4、3、2、1、0。7ターン目は 0% になるか。なるほど。まあ、バフ、デバフを両方ね、両方兼ね備えてるってことなので、これはなんかね、一番、まあ、今回の3部署の中では、まあ、期待できるっていうところがあるかなと思います。はい、どう組めばいいか、はい、さっぱりわかりません。何と組めばいいんだろうな、何が最高に活かせるのか、これはやっぱりね、猛者の皆さんにね、が考えていただけると思うんでね、よろしくお願いします。はい、他力本願。そして最後、この3部署共通のようでございます。分析戦法ですね。はい。これやばいっすよ。急所艦長。はい。急所艦長。はい。絶対いじるやつ出てくるわ、これ。はい。やばいわ。ということで、手動距離5、敵軍複数2から3対発動率 40% です。準備一旦後、敵軍複数に策略を受けよう。この行うダメージ率 132%、知略影響、さらに敵軍複数1から2体がダメージを与えると強力な射撃攻撃を受ける。ダメージ率 165% 知略影響です。はい、指導戦法のまあダメージね、ダメージ当たるやつ、知略策略系のねダメージ与えるやつでございます。まあ2から3ですね。ダメージ率これレベル50ですけど、まあまあぼちぼち知略影響なんでね、ぼちぼちということで、その後のさらに敵軍複数1から2体がダメージを与えるっていうか、やつらが攻撃してきたらってことで
の敵が攻撃してきたらってことですよね。やった瞬間にってことかな。強力な、策略系攻撃を受ける、ダメージ率 165% 地略影響ってこと。はい、これはダメージ率高いですね。三無遺作みたいなやつね、結局書くの、まあ、全然違うけど、まあ要は敵が何かしたらダメージ与えちゃうよって。これまあターン継続というか、まあ要はこれかかっちゃったら一度戦法ターンって当てます、ダメージボーンって当てます、当たった後に敵がこっちに攻撃した瞬間にこの策略系攻撃 165% がぶち当たるっていう認識でいいのかな。はい、ロマンあるね。でもロマンありますよね、正統激戦ね。あれもその2体当たりはまず最強と僕は思ってるんですけど、これ3体ね、3体当たっちゃったらマジやばいっすねと思う。超火力策略系戦法になるんじゃないかなと思います。3体当たれば、さらにね、その多分2体がそのダメージを与えるとっていうところに引っかかると思うので、はい。で、この1から2とか2から3の判定っていうのは何パーセント、誰かなんか計算しとったと思うんですけど、50% なのかよく分かんないですよ。2体から3体で、2体当たるのか3体当たるのかっていうのはちょっと分かんないところあるんですけど、はい。ということで、はい。まあ、情報を得たはいいが、結局使い方わかんないまさやんで終わってしまいますけれども、ぜひね、こういう舞台強そうじゃないんですかということをね、もしコメントとか、ツイッターでもいただければと思います。くれぐれもね、これそのままね、これが日本で実装されるとは限らないのでね、よろしくお願いします。ということで、お酒は立ちなときはまさやんでした。ありがとうございました。